さんこんにちは、アンクルシェフです。今日は、何度も買い物の動画は撮ってますが、パキスタン去る前にもう一度買い物の動画を撮ろうと思います。そして今買い物来る前にパキスタン人の家庭に招待されて朝食を食べてきたので、まずはそちらの動画からどうぞ。それでは買い物も行ってきましょう。本日はパキスタンのご家庭に招待されて朝食を食べに行ってきました。今右側で焼いているのがプラタと呼ばれるものです。左側はオムレツみたいな感じの卵焼きです。チャパティは水と塩と小麦粉だけで作られますが、こちらのプラタはそれにバターの上澄み、ギーと呼ばれるものを使用して作ります。生地にギーと呼ばれるバターが練り込んであるので、クロワッサンみたいな食感になります。はい、これが牛ひき肉のなんか炒めたのと、ポテトの辛いのと卵焼きね。でこの中にプラタが入ってます。はい、それではパキスタンの家庭の朝食をいただきます。いただきます。 No, but it, because it has got taste enhancer, then you know you like it more. Addicted. Yeah, you get addicted. やっぱあんだね、推しの店だね。ね、ガルカかな、ガルカかな、サダかな。Yes. ね、なんかお家の でもちょっと高いよね、多分セーバーフードってね。もっと安かったよ。Now I feel expensive, the one bag. Now it is expensive. さっき私ペンディ住んでる時、セーバーはあのショップはマリロード。It was 12 rupees. 12 rupees, はい。One plate and one chami kebab and one chicken. セーバーのシャミから結びじゃないですね。上に卵をディップしてフライするから私、ごちそうさまでした。パキスタンの朝食美味しかったです。はい、まずは肉屋さんから行ってみましょう。Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. お、今日は肉がいっぱいありますね。左がこれは牛肉です。まあ、ここも牛肉、マトンが少ないね。ここがマトンですね。ラム肉、あと鶏肉、これもみじだね。今日はマトンから火を
作るのでラム肉を買ってます。ここのお肉屋さんはいろいろこれをこういうのに使いたいとかって言えばいろいろカットしてくれたりしますので遠慮なく相談してみてください。まあ英語は誰かが通じると思うのでこんなもん作りたいんだとか言うといろいろ鶏肉だってバラしてくれるし牛肉もちゃんと掃除してくれたりしますので、まあ何でもそうですけどいろいろな会話をして仲良くなっていろんなものやってもらうというスタイルがパキスタンでの買い物では重要かもしれないです。これは今フィレ肉を冷凍するためにパッキングしてますね。多分皆さんはこういうのを買うのがいいかなとは思いますが、もちろんフレッシュなビーフを買った方が美味しいし長持ちするし匂いもないです。なんでいい色の肉を買いましょう。ああキャビアあるな。これなんかキャビア最近出てきましたね。ランプフィッシュね。スモークサーモンだったり、まあ、これはあんま美味しくないけどマグロ、これも美味しくないカニボなどあります。はい、じゃあ次は八百屋スーパーマーケットとかに行きましょう。アッサラムアレイコム。おお、エチオピアがいる。これエチオピアっていう魚なんですけど珍しいね。まあ、マグロも食べれるけど無理しない方がいいかなっていうぐらい。私は全然普通にどんな魚でも食べますけど生で。これね、これちっちゃいけどマナガツオ。これキスですね。キスは全く一緒に。どうも。ハローボーイ。こんにちは。これはカブなんですけど、見えないかな色。紫色なんだけど味は日本のカブと一緒です。まあ
これから寒い時期に向かってカブは美味しくなりますので、皆さん食べましょう。安いし。これね、ヒシの実ってね、まあ、日本でもあんま知らない人多いけど、これボイルして食べると栗みたいな、芋みたいな感じの実です。ヒシの実、もうこの社長さんは暗算で会計をします。時々間違えるけども大体合ってます。はい、はい、おまけもらった。でこれね、チンゲン菜、チンゲン菜とこれ空心菜、空心菜、空心菜じゃねえか、空心菜ね、あの新鮮ですのでおすすめでーす。はい、どうたしまして、出せくんない、ありがとう、どうたしまして、はい、シュクリア。はい、というわけで陽気な八百屋さんでおまけもくれました。初めて山沢もあるね。あ、わさびだね。これサフランはね、すごくおすすめです。1950ルピーで、まあ、1000円しないぐらいですが、日本じゃもう数倍の価格になります。アフガニスタン製のサフランです。あと、まあこれもね、キヌガサダケ、日本でいうこれもめちゃめちゃ安いです。50 rupees. So Wednesday, okay? Yes, I have already ready and today we have small car. So I don't know. I think 20. 23. 22. 23 bags. Yeah. When you come? Wednesday or Wednesday. No problem.
シュクリア。はい、それでは買い物終わりました。もう何回来たかな、パキスタン3年間で。まあ日々の繰り返しですが、いっぱい買い物しました。シンガポールの時は結構注文で買えたのが多かった。おい、井村さん。はい、ハロー。はい、アサラマレコン。いや、はい、よかった、最後にやった。バイバイ。はい。やっぱ3年もいれば友達も増えます、パキスタン人の。それでは本日はパキスタンのローカルのお家に朝食を食べに行くのと買い物の会でした。で、あとパキスタンに来られる方で、もし運転する方は気をつけてください。パキスタンは交通ルールはほぼないです。まあ多分皆さんドライバーさんがついて、あのだいぶ大丈夫だと思うんですが、運転するときはかなり日本の100倍気をつけて運転しないと、自分も怪我するし死ぬかもしれないし、人を傷つけるかもしれないんで気をつけてください。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。